皆さんこんばんは。冒頭2点申し上げたいと思います。一つは、本年は日中国交正常化40周年で、あります。両国はこの1年を日中国民交流友好年として全面的な国民間交流を推進することで一致をしています。これに関して2月16日北京で日中国民交流友好年の開幕式を行います。本開幕式には直島元経産大臣が総理特使として出席をするとともに、米倉実行委員会委員長やその他日中の要人が出席する予定でございます。本開幕式におきましては、日本政府が中国において風評被害の払拭、日本への観光客誘致の促進、被災地支援を目的として行う元気な日本展示会の開幕式も合わせて行われます。元気な日本展示会には元気な日本応援団に就任していただく予定の AKB48 のメンバーも出演します。政府としてはこの日中国交正常化40周年という節目を活用し、あらゆるレベル分野で具体的協力交流を数多く積み上げ、日中戦略的互恵関係を一層深化させていきたいというふうに考えています。AKB48 でした。48じゃなくて48です。もう一つは現在ウィーンで開かれている IAEA の会合におきまして、我が国はラネット、これは緊急時対応援助ネットワークでありますけれども、ラネットを強化するための提案を行いました。昨日も、国会でですね、この種の答弁をさせていただいたわけでありますけれども、具体的に、まさに提案を行ったところということでございます。で、ラネットとは原子力事故への支援を円滑にするため、あらかじめ各参加国が特定の分野においてどのような支援貢献が可能かを登録する制度で、あります。で、我が国は東電福島第一原発事故の経験と教訓を踏まえて、原発事故を収束に導くためにはいかなる資機材が必要であるかをあらかじめ明らかにしておくことが望ましいという考えのもとで、事故収束をラネットの対象分野に新たに追加をして必要な資機材を作成することを提案をしたということで、あります。まあ、ご存知のように総電源喪失でありましたから、例えば発電機であるとかですね、電源車であるとかですね、あるいは冷却のためのポンプ車、放散ナトリウム、そういったことが対象になっていくだろうというふうに思われます。私からは以上です。はい、それではご質問ございましたらどうぞ。はい、吉岡さん。 NHK 吉岡です。はい、よろしくお願いします。日中関係について伺います。はい、日中両国政府ですね、去年、末の首脳会談で東シナ海を平和協力友好の海に、するとの合意を具体的な形で実行するために共に協力することで一致をしています。しかし会談からわずか1ヶ月後に、東シナ海のガス田カシで、フレアが上がっているのが見つかりました。質問2つありまして、1つはまず菅政権ではですね、この東シナ海のガス田開発を戦略的互恵関係の象徴的案件というふうにして何度も表現してこういう位置づけをしていたんですが、野田政権でも変わりがないでしょうか。ということが一つ。二つ目はガス田開発をめぐるこの条約交渉は1年半以上開かれていないんですけれども、冒頭ありましたその国交正常化40周年を迎える中でですね、この問題に進展がなければ、尖閣諸島沖の漁船衝突事故以来ですね、根本的な部分で日中関係は改善していないんじゃないかという評価を受けかねないんですけれども、大臣のご認識はいかがでしょうか。まずですね、カシのガス田の話ではないかというふうに思いますけれども、これはいわゆる日中の中間線の西側のフレアということだと思いますが、これはもう2005年の9月以来と
ということでありまして、最近ということでは実はございません。2005年の9月以来フレアが確認をされていると。このような活動に対してはこの間も中国側に対して境界確定の合意のない中でですね、一方的な開発は認められないという抗議申し入れを行ってきているということであります。でこれはご存知の方も多いと思いますけれども、08年の合意というのは、いわゆる北部の共同開発と白樺であります。でその他の海域についてはまさに日中双方の立場が収斂されていないと、主張が違っているということなんですね。でそういう中であったということであります。で、まあ、我々の立場としては当然、まだ主張がまあ、いわば違うんだから、一方的な開発は行わないで、行わないようにということで申し入れをしてきているということであります。それと、まあ、このいわば東シナ海のこの資源開発の問題の位置づけということでございますけれども、まあ、今回もですね、だからこそですね、早くこの東シナ海の資源開発についてですね、さらなる進捗、つまりは具体的に合意をしたことについて国際約束締結をですね、しっかり行っていこうではないかという呼びかけをしていこうというふうに思っています。で全く尖閣以来進展がないのか、あるいは信頼醸成措置が取られてないのかといったら、それは違うと思います。つまり、私が訪中した時もそうでありましたけれども、いわゆるその海をめぐってですね、その海洋機関間同士の信頼醸成の枠組みっていうのが出来上がったわけでありますから、そういったことを通じてですね、お互いの信頼醸成というものがなされていくし、誤解とかですね、ミスなどによってですね、大きなトラブルが生じないように、そういうメカニズムをしっかり構築していくということが大切なので、そういった進展が確実になされているということはですね、付け加えたいというふうに思います。その方どうでしょうか。 B さん。すいません、香港フェニコセレビのリーと申します。はい、フェニコセレビのリーと申します。はい、東シナ海の関連ですけれども、先ほど、日本側が中国に抗議をしたということですが、中国がどのような反応したんでしょうか。そしてもう一つ、境界が確定されていない中での一方的な開発を認めないというのが日本側の主張だと思うんですが、しかし2008年のその合意文書の中で、7つの海域以外の海域に関しては中国側としては開発をしてもいいということを言っています。これに対しては日本側はどのようにお考えでしょうか。ですから今のご質問にお答えいたしますと、まさに外交上のやり取りなので詳細にわたっては申し上げられませんけれども、今おっしゃったようにですね、中国側の立場と私たちの立場は違うわけです。つまりはその他の海域について、我々は、まあ、継続して協議するということでは良いわけでありますけれども、中国側はですね、これらについては、まあ、まさに中間線の西側っていうのはですね、合意成立後も一貫して含まないということを言ってきていると。立場は違うということであります。で我々はそれに対して、まだその立場が違うわけだから、一方的な開発を行わないようにという申し入れをしていると、そういう状況であります。その他ございますでしょうか。ですから先ほど申し上げた通りの立場を言っているということであります。はい、その他ございますでしょうか。ラハマさん、じゃあどうぞ。質問は手短にお願いいたします。マリック・ハビブ・ラーマンから、ラーマンです。パキスタンから来ました。最初からお願いいたします。すいません、はい、もう一度お願いします。
ありがとうございます。ムスリムワールドのラーマンです。今日の新聞ではこの日本の高齢化の速度というのは世界でも群を抜いていると、日本は世界一であるということが指摘されています。高齢化が進んでいるということです。で、厚生労働省はこの人口に関する研究所において、これは大変危機的な状況だと指摘しています。1960年には 11.2 人の労働者が1人の高齢者を支えていた。2010年にはこれが 2.8 人になっている。高齢者1人当たり 2.8 人が支えているという構図です。で、2060年にはこれが 1.3 人になってしまう。高齢者1人当たりの労働者 1.3 人になってしまうという見通しであります。で、いろいろな国がオーストラリア、カナダに移住して、で、そこでその土地を得て、そしてそこで入植するというような政策が行われていますが、日本もそういった政策を考えていますでしょうか。記事では日本政府がそういった政策も持っているということは書かれていませんでしたが、この重要な問題について政府はどのような政策を検討しているのか。あの質問、移住するっていうことですか。オーストラリアとか高齢者の方々が移住するそういう政策をお持ちかということですか。そうです。日本政府はそういった政策を検討しているかということです。それがいい悪いと言っているのではありません。いろんな国の農業従事者に土地を与えるという政策は他の国では捉えています。そうすれば少しは労働者が増えるということになるわけです。それで農業に従事する人が増えるということになるわけですか。お話は日本人が他国に移住するとそういう意味ですか。逆ですか。 No. 違います違います。他の国から日本にその人を呼ぶために、貧しい国、第三世界の国々から農家などを日本に呼ぶ、日本に移住してもらうという、そういった政策です。これまでにもそういった政策があって、貧しい国の農家を移住させると、そしてそこに農地、彼らに農地を与えて農業させるということが他の国で行われています。これで問題解決なのかは分かりませんが、50年ほど前にそういったものがあったと聞いています。ありがとうございます。この少子高齢化社会が、世界に先駆けてやってきたということで、いつも私申し上げてますけれども、社会保障、税、行政改革、政治改革、包括的に改革を成し遂げることでですね、真っ先にですね、こういった困難な問題を克服をする、そのことが日本に今課せられている使命であるというふうに思います。で、一つはですね、当初想定をしていた高齢化のスピードよりは若干は弱まっています。つまりは特にその高齢化というよりはその人口減少でありますけれども、以前は私は1億人を切る年を2046年と説明していましたけれども、先般の発表だと2048年になったということで、若干ですね、スピードが緩和されているというふうに思います。ただ本質的にですね、これから出生率をより本格的に上げていく政策というものが必要になってくるというふうに思います。で、さらにはこのいわゆる労働力人口の減少というものをどうやって補っていくかということなんだろうと思います。特に経済成長は生産性と労働力人口で、規定されますので、
まずは1人当たりの生産性というのを上げていく、そのためのイノベーションというのを加速するということが一つ大切なことだし、アジアの活力、アジア太平洋全体の活力をしっかりと我々として取り込んでいくということも必要であると。でご質問は、移民の問題も含めてどう考えるのかということだろうというふうに思いますけれども、やはりこの移民の問題というのは非常に大切な問題テーマであるというふうに私自身認識をしていますけれども、ただですね、差は去りながら、やはりそのいわゆる高度な例えば技術あるいは一定のですね、知見、そういったものを有する労働者に関してはですね、私たちは特にですね、それらについて、日本に対して、まさに入ってきていただくというような政策を、この間も取ってきているというふうに理解をしています。また別途ですね、介護士であるとか看護師といった方々に対してまだまだ十分ではありません。これは大いに改善をしていかなければならないでありますけれども、そういった方々に対して門戸を開いていくということが、まさに今喫緊の課題であるということだと思います。で今後ですね、どこまでそういったことをですね、量質とも進めていくのかということについては、まさにこれからのですね、大切な検討課題であるというふうに認識をしています。その他ございましたら、島さん。NHK の島田です、国会でも宜野湾市長選挙で、沖縄防衛局長が職員らに対して講話を行ってたと、おととしの名護市長選挙でもやってたということですけれども、非常に国会で今問題視されていますが、大臣このことについてどのように受け止めていらっしゃいますか。これはですね、私も最終的な報告を聞いてないもんですから、なんか報道だとですね、単にその選挙に行けと言っただけだという報道もあるようでありますから、まずしっかりとですね、調査結果を聞くということから始めないとですね、誤った判断につながってしまうのではないかと思いますので、まず正確なですね、情報調査結果というものを待ちたいというふうに思っています。でいずれにしても、私というよりは防衛大臣の方でですね、さまざまな判断をされるのだろうというふうに思います。で他にすみません、関連で特定の候補について投票を呼びかけたものではないというふうに今のところは言われていますけれども、ただこういったことが行われるっていうのがやっぱり地元に対して非常に不信感を招きかねない行為であると思うんですけれども、このことがやはりその普天間基地の移設問題についてもお願いする立場の防衛局長ですから、やはり不信感さらに高まっているんじゃないかと思います。今回のことが普天間の問題に与える影響あるかどうかということと、それから防衛局長については更迭論も出てきていますが、こういったことをされている方が局長することが適切であるかどうかということについてどのようにお考えでしょうか。ですから最後の部分についてはですね、私というよりは防衛大臣がまさに調査結果を待って判断を責任を持ってされるだろうというふうに思います。で、どこまでが真実かというのは本当に報告を受けてないので、あんまり軽々にですね、普天間への影響も含めてですね、申し上げる段階には私はないのではないかというふうに思っています。基本的に、普天間は普天間の問題でですね、しっかりと取り組みをしていかなければならないというふうに考えています。ご覧ございますでしょうか。ジョン、ジョン・イヤウッドです。マイアミヘラルドから来ました。マイアミヘラルドのジョン・イヤウッドです。震災後の復興に関してハイチなどからどういった教訓を学んでいらっしゃいますでしょうか。ハイチからですか。
ハイチから何を学んでいるかということですか。Right. What lessons you exactly? そうですね。ハイチの復興の経験から、まあ、ハイチでどういう対応が行われたか、震災にどういう対応が行われたかということから何を学んでいるか、まあ、その処理の仕方、まあ、ハイチの国民だけでなく国際社会の対応から何を学んだかということです。今ですね、日本で起きていること、特に津波、そして原発事故からのですね、復旧復興というのはですね、ハイチから学ぶべきものも当然あるんだろうというふうに思いますけれども、かなりそれをですね、大きく超えた震災であったというふうに私は思いますので、まさにですね、今回これもまた世界でですね、例のなかった事態に我々は遭遇をした、その我々の今回の経験と、これは復旧復興も含めてでありますけれども、むしろ世界に対してきちっと情報を公開をして共有をしていく、もっと言えば被災地というのをこれからの日本の再生あるいは地域の再生の先駆例モデルにしていくということが大切だというふうに思います。でそれはもちろんハイチはじめさまざまなところから我々は学んでいかなければならないんでありますけれども、これはかなりオリジナルなものになっていくのではないかというふうに思います。すみません、そろそろお時間ですが、他に最後に一問だけよろしいでしょうか。じゃあ池川さん。NHK 池川です。TPP の事前協議についてお伺いします。米国との事前協議がですね、一部報道では、来週7、8、にもですね、行われる方向で、調整されているとありますけれども、この事実関係と、日米の事前協議にあたってですね、どのようなことを話し合うのかと改めてになるかもしれませんが、この2点お願いします。米国との TPP 事前協議という問いでありますけれども、近々ですね、その協議を、まあ、当然これはワシントン DC になると思います。つまりはそれぞれの参加国の首都でということになってたはずでありますので、近々ですね、行われるというか行いたいということで最終調整中であるというのが、まあ、現時点だということであります。まあ、米国とはですね、まあ、この間も二国間の経済調和対話はじめ、様々な協議は行ってきているところであります。ただ TPP に関してはですね、もちろん一定の意見交換はしておりますけれども、今パブコメがアメリカであってですね、アメリカ側がまさに事前協議で何を持ち出してくるかということについてはですね、まだ正式にまさに協議も始まってないから余計にそうでありますけれども、わからない。つまりはパブコメを受けてですね、まさに米国政府の立場そのものを、まあ、今考えているところではないかというふうに推測をします。ですからそれらを踏まえてですね、これは我々として、何が受け入れ可能で、受け入れ困難かというものをしっかりと見極めながらですね、間違いのない対応をしたいというふうに考えています。それでは時間となりました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。